ビルヘルミーネ・カロリーネ・アダンマークは、デンマーク・ノルウェーンフレゼリク・ゴッセイと、その最初の日で、イギリス王・ジョージ2世の娘であるルイーズとの間に、生まれた次女。ヘッセン選帝公、ビルヘルム1世に嫁いだ。ドイツ語名は、ビルヘルミーネ・カロリーネ・フォンデー・ネ・マルク。1764年9月1日、カロリーネは、クリスチャンス・ボー宮殿において、 ヘッセン・カッセル法博科の生死で、ハーナウ博のビルヘルムと結婚した。ヘッセン・カッセル家は、最も裕福なドイツ諸公の一つであった。カロリーネとビルヘルムは、母方のいとこ同士で、さらにビルヘルムは1755年より、コペンハーゲン宮廷で、カロリーネや彼女の兄弟と一緒に育っており、二人の、結婚はかなり以前から決められていた。 夫のビルヘルムは1785年にビルヘルム9世としてヘッセンカッセル砲白衣を継ぎ、1803年にはヘッセン選帝公、ビルヘルム1世となった。カロリーネは冷淡な雰囲気の美女だったと言われるが、夫の絶え間ない浮気癖と彼の愛性たちの増長に悩まされ不幸な結婚生活を送った。1806年から1813年まで、 ベスト・ファーレン王国が、ヘッセン選定公領を併合していたときは、シュレースビヒア・プラハで亡命生活を送った。ありがとうございます。